こんにちは、皆さん。最大派閥の安倍派、清和政策研究会の歴代事務総長ら幹部議員について、会計責任者との共謀の立証が困難で、東京地検特捜部が立件を断念する方向で進んでいると、NHK や毎日新聞以外のメディアも徐々に報道し始めたので、正直少し驚きと戸惑いを感じ、微妙な心境になっておりました。幹部たちは事務総長抜きの会長案件で自分たちは知らず、故安倍晋三氏や故細田博之氏に責任を転嫁し、口裏合わせをしているように見えています。その故安倍氏は一方でキックバックや不記載を把握し、やめろと言って韓流キックバックを中止した経緯も報じられています。そして逮捕された衆議院議員池田義孝容疑者が韓流キックバックの継続を懇願し、事務総長だった西村康稔前経済産業大臣が撤回して認めたとも報道されました。なので西村議員は絶対立件されるだろうと思っていたのに、この西村議員の立件がなくなるかもという展開は不透明で、なんだか納得いかない気持ちです。どこで何がどうなったのか、まさか検察が買収されてしまったのかと思ったり、実は検察側の工作措置でまやかし嘘リークで表と裏が違ったりするのかもといったモヤモヤ感が拭えきれません。しかしその後、事件に関しての目立った新たなリーク的報道はなく静かです。なのでもしかすると嵐の前の静けさで若干期待を持ってもいいのかなと思い始めました。昨日別件の東京都江東区長選をめぐる買収事件で、自民党区議らに計100万円を渡し、他の買収行為も合わせると買収総額は計約280万円とし、選挙運動に関与したとしてすでに逮捕されている衆議院議員の柿沢未途容疑者が公職選挙法違反買収で東京地裁に起訴され、木村弥生前江東区長も元区議に選挙運動の報酬として100万円を支払った公職選挙法違反買収で在宅起訴されたとの報道がありました。この情報からもしや検察は派閥パーティー券収入の方ではなく、この問題と同じように出先の問題を主体にしようとしている可能性があるのではとの思いが出てきました。私は裏金は地方議員などに賄賂として流し選挙運動させていたと思うわけで、受け取った側も逮捕や起訴までしないとその地域は変わらず、人が変わっても同じようなことが起こると思うので、検察がそこまで踏み込むことを期待したいとかねてから語ってきました。しかし先日の幹部議員立件断念報道で諦めたとも語らせてもらいました。そしてまた思いが変わり、本当に選挙買収を主体としてくれていたなら一筋の希望の復活です。しかしながら幹部議員立憲断念報道で国民の多くは不満を抱いており、それが収束せずに怒りへと広がっている様子も報道されています。不安定な状況で危険な事件が発生しないことを切に願うばかりです。こうした事態が続けば岸田政権の支持率や自民党の支持率も一層だだ下がりとなり、政権交代まで行くかもしれません。
でもこんな形での政権交代なんて格好悪いですよね。自民党では派閥パーティー券収入裏金問題を受け、再発防止と国民の信頼回復のために岸田首相主導で設けられた政治刷新本部が始動しました。しかしそのメンバー38人のうち安倍派の議員が10人も起用されていて、自民党内からも疑問視する声が上がっているようです。よく考えると第三者のチェック機関なら理解できますが、当事者も含めてわざわざ集まって刷新すると言っても、新たな抜け穴でも見つける相談でもするのと疑念を招く行動ですよね。三権分立は国家権力を三つに分け、相互監視し合うことで権力の乱用を防ごうという国家統治に関する考え方です。三権とは立法、法律を作る権力、行政、法律に基づき国家を運営する権力、司法、法律自体や法律の運営が適正に行われているかをチェックする権力のことです。そして立法は国会、行政は政府、司法は裁判所が管轄しています。このうち立法を司る国会は国権の最高機関だと呼ばれ、三権の中でも最も重要だと考えられています。しかし実際には行政が立法を主導しているとの指摘があり、国会が政府を主導しているのではないかという意見もあるのです。このバランスが崩れているからこそ今回のような事件が起こったのではないかと思います。そして今回の事件により新たな法律案や既存の法律改正案が提出されるでしょう。しかしほとんどは今ある法律をきちんと適用すればいいことだと思うんです。政治と金は普通に単語になっています。政治と金のことでのようような疑惑報道が後を絶ちません。その疑惑の都度認識が違っていたとか、全額返金や修正訂正でしのぐ結末ばかり聞きます。政治家の方々は花から法律を守る気がないのではと思えるのです。今回の事件の渦中にいる国会議員の方々も同じじゃないかと思うんです。なので自民党から今回の事件を踏まえた法案や改正法案が提出されても、法律を十分に守らせなければ同じ問題が繰り返されるだけだと思うんです。今回の事件では金額基準を定めて判断しているようです。国会議員が何十人も一気にいなくなったら政治が停滞するとも言われていました。しかし1円以上の不正で法律に従って逮捕や証拠不十分でも起訴して裁判で判断する形にしないと、いつまで経っても悪いやつでも政治家ができることが続きます。罪は罪です。法律を作っても守らせないことが問題なんです。金額基準ではなく不正行為に厳しく対処する姿勢が求められると思います。そして有権者も違反した人には投票しないことです。昨日遅くに自民党安倍派清和政策研究会の5人衆と呼ばれる幹部が同派執行部の役員を辞任する検討に入った、今後は執行部を刷新し若手中心で運営する案などが検討されている、この機を利用して派閥そのものを解消すべきだと主張している議員もいるとの報道がありました。除名の声も出たそうです。幹部たちは一生懸命金集めをしてきた人たちで、その人たちに対して強い声が出たということは、この5人衆含む幹部たちには
派閥維持ができる力はもうなく、失脚したことの表れではないかと思えてきたのです。幹部議員立憲断念報道で踊らされ、少し諦め不安モードになっていましたが、逮捕または在宅起訴確定かもと期待が戻ってきました。汚職と賄賂、利権にまみれた政治を少しでも正常に戻す好機だと思っていたんです。今回の事件に紛れて官房機密費や政策活動費などの疑惑についてもつぶやかれています。踊らされた幹部議員立憲断念報道でひるんだように見えた検察は行政になるので出世を考えたりと検察審議会に投げちゃったのかもとも思ったりもしていましたが、国民の期待に応えて本当は動いてくれていたりするのかもしれません。正義の味方となって動いてくれていることを信じたいです。あなたはいかがお考えになりますか。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。